へえ、清水がね。どこに行ってしまったのか、何事もなければいいのですが。大丈夫だって。そうですよね、南雲くんも戻ってきてくれましたし。いや、だから戻ってきたわけじゃ。あ、先生。はじめ、愛子に優しい。まあ、いろいろ世話になったんだし、これくらいはな。あ、ゆえ？帰りは、私がはじめの隣。わかったよ。ゆえさんだけずるいです。というか、どうして私だけ後ろなんですか。こら、ダウサギ、運転の邪魔だ。あれは無人偵察機オルニスだ。飛ぶ力は重力石、操作は感応石で、頭には円筒石が埋め込んであって、映像がこの魔眼に映し出される。おっと、これはもう何か見つけた。これは盾か、カバンも。まだ新しいみたいだ。この足跡、大型で四足歩行する魔物。噂で聞いた話では、山二つ向こうには大きな魔物がいるそうよ。でもこのえぐれた地面は。気配感知に何かかかったぞ。感覚から言って人間だと思う。生きてる人がいるってことですか。場所はあの滝壺の奥だ。ゆえ、波状風壁。ビンゴ。
お前、ウィルか？はい、そうです。ウィル・クデタです。俺は、南雲はじめだ。ヒューレンのギルド支部長からの依頼で、助けに来た。魔物の数はどんどん増えていくばかりで、追い詰められた私たちは、さらにそこで…そこで漆黒の竜…竜？私は最低だ。みんな死んでしまったのに、何の役にも立たない私だけ助かって生き残って、どこかでほっとしていて、それを喜んでいる。南雲くん、生き残ったことを喜んで何が悪い？その願いも感情も当然にして自然にして必然だ。お前は人間として極めて正しい。だが私は、死んだ奴らのことが気になるのなら生き続けろ。これから先もあがいてあがいて生き続けろ。生き続ける、そうすりゃいつかは今日生き残った意味があったってそう思える日が来るかもしれねえだろ。すっかり遅くなっちまったな。急いで帰ろう。足手まとい？また奴を狙ってやがれ。
ここまで無視されたのは初めてだな。ならどうあっても無視できないようにしてやるよ。アラパン食らったことはあるか。どうだ、痛えだろ。山脈を越えるほど強い魔物がいると聞いたが、こいつは一体いくつの山を越えてきたんだ。ゆえ、シア、竜の尻を蹴り飛ばすということわざを知っているか？竜の唯一の弱点は鱗のないとこだ。防御力の高さゆえに一度眠ったら目を覚まさないが、そこを攻撃されると一発で目を覚ますとか。ケツから死ぬ。お前まさか竜人族なのか？いかにも。わらわは誇り高き竜人族の一人じゃ。いろいろと事情があっての説明するから、とりあえずお尻のそれ抜いてほしいっちゃか。ことんある。そこをなんとかお願いなのじゃ。そろそろ魔力が切れそうでの。この状態で元に戻ったら大変なことになるのじゃ。なぜこんなところに。説明はするから、まずはお尻のそれを。魔力残量がもうほとんど残っておらん。ゆえが質問してんだろうが。やめるのじゃ。ガンガン技でじゃ。刺激が、お尻の刺激が。滅んだはずの竜人族がなぜこんなところで冒険者を襲っていたのか、俺も気になるな。グリグリはダメなのじゃ。話すからやめてだもーれわらわは操られておったのじゃ。あの男にそこの青年と仲間たちを殺せと命じられたのじゃん。どういうことだ。わらわは異世界からの来訪者について調べるため隠れ里を飛び出してきたのじゃ。町へ降りる前に一度しっかりと休憩をと思い、山脈の間で眠りについていたのじゃ。もちろん竜の姿のまま、周りには魔物もおるのでな。その眠りについた時に、あの男、黒いローブをかぶった男が現れた。
男はおそらく洗脳か暗示の魔法を使ってわらわの自由を奪ったのじゃ。魔法に関しては天才と言えるじゃろう。あれを丸一日食らってはさすがに耐えられんかった。それはつまり調査に来て丸一日魔法がかけられているのにも気づかないくらい爆睡していたってことじゃないか。ふざけるな。操られていたからみんなを殺したのは仕方ないとでも言うつもりか。今の話だって本当かどうかわからないだろう。死にたくなくて適当にでっち上げただけなんだろう。今話したことは真実じゃ。龍神族の誇りにかけて嘘偽りではない。いや、きっと嘘じゃない。何の根拠があって。龍神族は高潔で清廉、彼女は己の誇りにかけてと言ったならきっと嘘じゃない。でもそれに嘘つきの目がどういうものなのか私はよく知っている。この時代にも龍神族の在り方を知る者が未だいたとは。私は吸血鬼族の生き残り。300年前はよく王族の在り方の見本に龍神族の話を聞かされた。なんと外界の情報から滅んだものかと思っていたが、主がかつての吸血鬼族の姫か。それでもそれでも殺してしまったことには変わりないじゃないですか。種族間の争いなどわらわは知らぬ。とはいえ罪なき人々の命を奪ったのは事実。償えというならおとなしく裁きを受けよう。じゃが今しばらくの猶予をくれまいか。あの危険な男を止めるまであの男は魔物の大軍を作ろうとしておる。わらわに悲劇を止める機会を与えてくれんか。いや、お前の都合なんざ知ったことじゃないし、散々迷惑をかけてくれたんだ。詫びとして死ね。松戸じゃ！お主、今の話の流れで問答無用にとどめを刺すとか、それはないじゃろ！頼む！詫びなら必ずする！ちょっとやめて！殺しちゃうの？そりゃ、殺し合いしたわけだし。でも敵じゃない。意志を奪われてただけ。殺すことは自分に課した大切なルールに反しない。申し訳ないのじゃがな、とりあえずお尻の杭だけでも抜いてくれんかの。ああ、このままではわらはどちらにしても死んでしまうのじゃ。どういうことだ。想像してみるのじゃ、女の尻にこの太くて硬い杭が刺さっている光景を。わらわが生きていられると思うか。もう魔力が尽きる。新しい世界が開けたのは悪くないのじゃが、さすがにそんな死に方は嫌じゃ。ご少女から抜いてたもん。しょうがねえな。ゆっくり頼むのじゃ。また慣れて激しいのじゃ。こんな、これは来ちゃう。なんか来ちゃうのじゃ。優しくしてってお願いしたのに容赦のかけらもなかったのじゃ。こんなの初めて。助かったのじゃ。まだお尻に違和感が。それより全身が痛いのじゃ。痛みがこんなに甘美なものとは。おい、本当に申し訳ない。わらわの名はティオクラルス、龍神族クラルス一族の一人じゃ。魔物の群れがウルの町に。うむ、黒いローブの男が魔物たちを操り町を襲わせるつもりなのじゃ。その数は数千はくだらないじゃろ。マジかよ。こりゃ数千ってレベルじゃない。5万、いや6万はいるぞ。もう移動を始めてるみたいだな。この距離だとウルまで2日ってとこか。早く知らせないと。避難させて救援を呼んで、それから。あの、はじめ殿なら何とかできるのでは。おい、
俺の仕事はお前をヒューレンまで連れていくことだ。保護対象連れて戦争なんてできるかよ。あの、南雲君、黒いローブの男というのは見つかりましたか？いや、さっきから群れをチェックしているんだが、それらしき人影はない。そうですか。もう少し探しませんか？ダメだ。じゃあな。うわぁ！南雲君！さっきも言ったが、俺の仕事はウィルの保護だ。ここに残るのは勝手だが、町には誰が報告するんだ？それは…おほん、彼の言う通りじゃな。まずは町に知らせるのが最優先じゃろう。わらわも一日もあればかなり回復するはずじゃしの。そうですね。というわけで、わらわは魔力が枯渇して動けないのじゃがん。ほう。おお、そんな汚物を見るような目で。ああ、ごくり。やっぱり殺しておくべきだったな。心の奥に突き刺さる言葉、体の芯まで響く拳、いやらしいところばかり攻める衝撃、身も心も満たされていくのじゃ。ありふれた職業で世界最強。